アニメ黄昏アウトフォーカスカラーになってさ、はい、綺麗な仕上がりになってると言いますか、本当にベッドの上でセクシーな押し倒してるそのドキッと感っていうのを、皆さんこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる編集部ひろみちゃんアンダーグラウンドです。同じくびよりです。はい、お願いしま す。本日はアニメ黄昏アウトフォーカスです。1話が放送されましたね、はい、いかがでしたか。放送されましたね、めちゃめちゃ良くて、でキャスト陣がなんとドラマ CD と同じキャストさんがめちゃめちゃ嬉しい、とも点でまず感動してしまったんですけど、さらに映像を見てみてめちゃめちゃ作画も綺麗ですし、綺麗でした。いや本当そうですよね、漫画で読んだのがそのまま映像になってると思って、もうそこでさらにまた感動しちゃって、大感動です。本当に1話から満足度の高い仕上がりになってたと思います。はい、まあそんな第1話の好きなシーンをそれぞれ語っていきたいと思います。はい、はい、では早速好きなシーンの紹介に入っていきたいと思うんですけど、はい、ひろみちさんお好きなシーンは、はい、で私は、真央が、映画部でこの BL の、あの原作をやりますよってなった時に、それを読みながらこうなんか久志がこう目の前で同じ同居してるその寮の中のベッドの上でこうセクシーなこう腰からなんかあのピンク色のズボン履いてこう寝てるところを見ながら、こうなんかその台本を見ながらその久志がやってるっていうのを想像するシーンがめちゃめちゃ、あの私原作も大好きで原作からかなり好きなところではあるんですけど、それで久志がなんかセリフを言うじゃないですか、そこのところがもう大好き。いやー、わかります。で久志がもうぴったりなんですよね。そうなんです、そうなんです。それを見る真央の目もめちゃめちゃ優しくて、もう本当に真央がその久し妄想を始める前にこう見つめてる絵とか もうアニメならではのあの髪のなんかなびき方と、あのちょっと熱のこもった視線じゃないですけど、そういうのが見れるのもいいし、想像中のシーンの時のなんて言うんでしょう、あの夕日をバックにしたシーンをやってるっていう色の感じっていうのも、あもう黄昏アウトフォーカスってなんか夕日のイメージが私の中でコミックスの初映とかからすごく多いんですけど、すごいロマンチックで、もうキュッとなりがら見てました。漫画でモノクロでしか読めなかったのがちょっと心残りだったんですけど、カラーになってさ、はい、本当に綺麗な仕上がりになってると言いますか、本当に最高でございます。ですね、はい、それではビョリさんの好きなシーンは、はい、私の好きなシーンはズバリ過去回想シーンなんですけど、はい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 、久志と真央が1年生の時のお話ですね。もう本当にルームメイト成り立てみたいな頃のお話なんですけど、はい、もうその頃の久志ってまだ全然真央に心を開いてないというか、なんかすっけんどみたいな感じだったんですけど、その中で久志が実は風邪ひいちゃって、それでなんかちょっと弱ってるみたいな、精神的にも肉体的にも弱ってるっていうシーンがあったんですけど、はい、そこでなんか真央が大丈夫みたいな感じで入るシーンあったじゃないですか、はい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 、そこでドンって久志が真央のことを下押しちゃうんですけど、はい、どうやら多分違う人と勘違いしている、うん、なんかそこでちょっと切ないじゃないですか、そうなんですけど、なんか弱ってるんだなって見ただけで分かりますし、でなんかその後なんか正気に戻った時に久志がめっちゃ謝るんですよ、ごめんみたいな、はい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 、なんかフェアじゃないから言うけど俺はゲイなんだみたいな、ちゃんと秘密も教えてくれる、もうなんかそこのギリ堅さ、今までちょっと久志のこと多分真央自身も誤解してたと思うんですけど、そこで一気に二人の距離が縮まったと言いますか、でその後になんか真央もなんか大丈夫だよ、どこにも行かないからみたいな感じの優しい言葉をかけてあげるんですけど、そこのシーンで二人の距離がぐっと縮まって、ね、もう一気に私のあ推しカプ誕生ってなりました。確かにあのシーンも本当原作でもね、印象的なシーンで、確かに確かに、なんかそのアニメのいいところもとにかく動きがつくというところだし、押し倒
通してるそのドキッと感っていうのをまた動きがついてるからこそこうね見ててなんかうわあ確かにキュンってなるっていうか、なんか漫画だと行間を読むしかないと思うんですけど、その行間も全部描写されてるじゃないですか、アニメって。そこが本当にいいところですよ。最高でした。はい、それでは第1話もう本当に見どころ満載で、はい、オープニングとエンディングとかもね良かったですよね。確かにめちゃめちゃ多分こだわって作られたんだろうなっていう仕上がりで、本当どっちも素敵な曲になってましたね。ね、曲もいいしアニメーションもいいし、私特になんかエンディングのなんか歌詞の中でなんか誰にも言えない秘密みたいな、一つ二つの一つ二つのところでなんかこう、ね、口元つってるみたいな感じのところ、 あれですよね、日差しの口元かもたまらんなと思いながら、いやですけどこれからもなんかオープニングエンディングも見逃せないようなそんなアニメ追っていきたいと思いますので、はい、はい、ぜひご覧になられた方も感想等ございましたらコメントお寄せください。お願いします。はい、それではバイチルー。